お、どうも、アルカイです。レギュラーなんて屁でもない、どうも、ダストです。というわけで、はい、またスタンダップ系のビジュアル系雑談したいなって。おー、今度ビジュアル系、はい。前もしましたけどね、今回は自分の中でビジュアル系のそのアニソン、うん、もう1位決めようぜみたいな。1個。だもう1位か。もう1位決めよう。自分の中で。もう決まったわ。うん、決まって。それではやっていきましょう。もう決まったってことなんで、え、もう LMC の88はしちゃったか。どうあがいても俺無理だと思う。でもこれはやっぱ強いよね。最強。ちょっと一旦殿堂入りさせてみよう。そうね、だからこれは殿堂入りを作っていくんではないと話始まらない。俺も確かにそれは強いな。LMC が俺の中の多分その印象に残ったっていう意味で V 系のスタートラインだと思うよ。背中向けてるんだよ結果的に。正直さ、アニソンから入ってない曲が多いんですよ。後から知ったっていうのも多いからってなると俺結構少ないんですよ。そこで言うとそのアニソンから入ったビジュアル系の曲。なるほど。ってなるとやっぱ88なんよね個人的には。だよね、正直やっぱ88は、まあ、多分ボーイズ&ガールズ、あー LMC 強ってなる。じゃあもう一回、じゃあ一旦考えよう。はい、88が今乱立しちゃったから。そうね、あれちょっと忘れてしまおう一旦で俺でもオゾンはマジでその遊戯王から入ってないからこれはノーカウントさせてください。すいません、はい、88なしで行くんだったらごめん、やっぱ LMC のボーイズ&ガールズだ。まあそうだよな、うん、やっぱ俺もそうなっちゃうもんな。めちゃくちゃ強いわ普通に。やっぱそのもうかっこよっていう、合ってたしね、このいろいろね。そう、うん、あんまりさ俺言ったけどそのアニソン効果みたいな話したじゃないですか。それあんま受けないんですけど、うん、あれはやっぱもうそのリボーンのオープニングっていうのでめっちゃかっこいい曲があんじゃんってなって、でも当時まだその俺ビジュアル系っていうのものはそこまで分かってなかった、完璧に分かってたわけじゃないんで、 CM がやってて、うん、お、え、こういう感じの人たちが歌ってるんだっていうのは結構衝撃を受けた。あ、結構メイクバチコリ濃かったから。確かに。それかもうほんとサブのグレートストーリーだからリボーンになっちゃうんだよね。そっか、グレートストーリー強いな、うん、ボーイズ&ガールズと88は強すぎる曲として。1曲1曲の持つ力がやばい。え、出すとこまでもいっぱい、やっぱどっちかってそっちから入ってるから。そうなんだよね、いっぱいあるんじゃねっていう。ビビットとかもさ、無限の彼方ね、無限の彼方1位決めるとじゃ何よ、やっぱフィジュアル系のアイソン。うわ、シドのランブのメロディーか。あー、静かにか、静かに幕を切り落とす。あれは何の曲でしたっけ。ブリーチっすね。ブリーチか。ブリーチってやつ俺ハイ&マイティーカラーのイメージだもん正直一輪の花、オレンジレンジとかもあるもんね。アスタリスクか、うん、他は何からやったんですか。シドのガラスの人にもビビットの無限の彼方もいいし、あれはレベル E。 まあランブのメロディーとボーイズ&ガールズで88ってことで。そう、ちょっと強すぎる。888はね、まあだって断ることに出してるもんね。そうね、この2人のビジュアル警察団、まあもう象徴だよな。だって俺めちゃくちゃ覚えてるんだけど、またこれなんかその学生時代があるみたいになっちゃってあそこで話してないんだよね卒業式終わった後に打ち上げみたいなのあったじゃないですか。はい、僕らなんせクラスね、一応ねすごい仲いいっていう設定だったんで。やめろって言ってためちゃくちゃ集まったからね、ほぼ全員って感じで。その前になんかその結構珍しいイベントでカラオケに行ったじゃないですか。行った行った。まあその、まあ、腹痛ドーパミン勢含めそのまあイケイケ組って感じで、その時に俺確か2人で88歌った覚えある。覚えある。そう、それめちゃくちゃ覚えてて楽しかったそれだけなんだけど2人だけめっちゃ盛り上がったんだけど、はい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 、曲自体クソいいからな。あれオリコン3位なんですよ。お、週刊で。なるほど、もう納得だよ。綺麗だしかっこいいし、メロが良すぎる。うん、歌詞も深いっちゃ深いし。そうね、まあ、名曲なんでこれはもう、いや、まあ、こんなところでございます。はい、いや、ありがとうございました。今日やっぱアニソン専門家なんで。いや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 